日本が導入する戦闘機にアメリカが関わらないのは異例だが、アメリカは第6世代戦闘機の航空システムで無人戦闘機の開発を急いでいて、日本はまだ有人戦闘機を開発するの。思っているのか、ロッキード・マーティン社は日本の次期戦闘機開発に消極的のようですね。今回は日本の次期戦闘機開発について見てみましょう。日本とイギリスはこれまでもレーダーシステム、ミーティアミサイル、高性能センサーシステムと共同で開発や研究も行っています。2022年12月航空自衛隊の次期戦闘機について、防衛省は、現在の F2 戦闘機が、2035年頃から、順次退役が見込まれていることから、日本、イギリス、イタリアの3カ国で、共通の機体を共同開発し、2035年頃までに、配備を開始したいとしています。これまで、海外の協力企業について、アメリカ、イギリスのどちらか、または、両国との技術協力が検討され、具体的には、米のロッキード・マーティン社、ボーイング社、A の BAE システムズ社の3カ国で、検討が進められてきました。そこで、防衛省は、日本の三菱重工業の技術開発をサポートしてくれる、海外の企業として、日本の航空自衛隊の最新鋭戦闘機である F-35 ライトニング2などのステルス戦闘機の製造元であるロッキード・マーティン社を選択すると調整されてきました。一方でアメリカ空軍によると、かねてから計画されていた第6世代戦闘機 NGAD ネクストジェネレーションエアドミナンスプログラムが開発段階に入ったと発表しています。NGAD とは、第5世代戦闘機 F-22 の後継機となる第6世代戦闘機で、ドローン、AI センサーを補完して、自立戦闘が可能な無人航空機など、脅威を免れるシステムを開発する計画であり、2030年代には F-22 と交換開始を目標にしています。このようなことから、ロッキード・マーティン社としては、今回の航空自衛隊が開発を進めている次期戦闘機は、既存機である F-35 ライトニング2の延長線上にあると捉え、後継機開発のタイミングが合わないこと、日本側が開発の主導権を有することに対して、技術の共有に対して消極的であり、共同開発のメリットを感じなかったとの見方がありました。さらに、提携先をアメリカの企業のみに限定することについては、F-16 戦闘機ファイティングファルコンをベースに、大型化に改良されて開発された、F-2 戦闘機のように、システムなどの情報を、ブラックボックス化されるとの懸念もありました。そこで、イギリス空軍の主力機である、ユーロファイタータイフーンの後継として、BAE システムズテンペスト、戦闘機開発計画を、BAE システム社を中心に行っているイギリスが共同開発に浮上しました。日本の次期戦闘機とイギリスを中心とするテンペスト計画では、すでに機関部の実証実戦機を共同開発しており、さらにレーダーシステムにおいても共同の研究を行っているなど、イギリスならパートナーとして対等な立場になると考えられます。イギリスの次期戦闘機テンペストの開発は2018年から開始されており、日本の次期戦闘機と同じ時期の運用開始を予定し、開発予算として3300億円を計上するとしています。開発にあたっては、日本では三菱重工業が主契約者となり機体を担当し、 IHI がエンジンを、三菱電機が電子機器を担当します。イギリスでは、BAE システムズ社が機体を、ロールス・ロイス社がエンジンを、英国法人のレオナルド SPA が電子機器を担当します。
そして、イタリアからは、レオナルド社とアビオエアロ社などの企業が開発に参加します。日本がイギリスとイタリアを共同開発パートナーにすることには少なからず、問題を含んでいるとする見方もあります。しかし、防衛省は、この3カ国で共同開発することで、ステルス性能などの技術を結集でき、費用を分担し優れた戦闘機を効率的に製造し、開発コストが抑えられるとしています。日本の次期戦闘機開発の一環として、防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた XF9 エンジンは、タービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力や、ステルス性の確保に対する推力に関して、次期戦闘機に十分に対応し得る品質であり、2018年に IHI 社が防衛整備省に納入しています。アメリカ空軍によると、かねてから計画されていた第6世代戦闘機 NGAD、ネクストジェネレーションエアドミナンスプログラムが開発段階に入ったと発表しています。第5世代ジェット戦闘機より、さらに先進的な設計になるということです。NGAD とは、第5世代戦闘機 F-22 の後継機となる第6世代戦闘機で、有人機、ドローン、AI センサーを補完して、脅威を免れるシステムを開発する計画であり、2030年代には、F-22 と交換開始を目標にしています。そこで、米空軍の第6世代戦闘機、NGAD において、新型エンジンの最大の課題が、消費電力が著しいアビオニクス、電子機器類から発生する熱を解消することが重要だと言われています。そこで、アメリカ空軍では、次世代戦闘機に搭載する新型エンジンを、アダプティブエンジンと呼んでおり、推力の向上、熱管理や燃料消費の軽減に向け、開発を進めています。その一方で、イギリスのロールス・ロイス社の搭載するエンジンは、今後、著しく、電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいます。そこで、イギリスやイタリアの技術は、世界最先端の戦闘機技術を有しているアメリカと、肩を並べるほどではないとはいえ、日本よりは、はるかに素晴らしい技術を持っており、共同開発を行うことは、画期的な取り組みだとも言えます。今回、イギリスと次期戦闘機の共同開発が報じられましたが、実は、日英では、8年前の2014年7月から、共同研究を始めており、アメリカのステルス戦闘機 F-35 ライトニングに搭載する、新しい中距離空対空ミサイルズナム、ジョイント、ニュー、エアートイアル、ミサイルというのがあります。ツナムは、日本が、アメリカ以外の国と手掛ける、初の防衛装備プロジェクトとなりました。日英は、2018年12月には、ツナムの実証に関する共同研究をはじめ、研究施策の段階に移行しました。2022年度には、試作を終了する予定です。日英が共同研究しているズナムは、ヨーロッパの武器製造企業の MBDA 社が開発した、アクティブレーダー誘導の長距離空対空ミサイル、ミーティアに、三菱電機のシーカーを組み合わせたもので、この高性能シーカーは、AAM-4B 空対空ミサイル用に開発されました。このミーティアは、高速を維持するエンジンが特徴的で、目標までの誘導能力は低くいが、同種類のミサイルの中では、トップクラスの射程を誇っています。AAM-4 は、目標の追尾、探知能力に優れています。ミーティアは、イギリス空軍、ドイツ空軍、スペイン空軍、イタリア空軍のユーロファイター、
フランス空軍のラファール、スウェーデン空軍のサーブ、グリペンなどの戦闘機に搭載されています。ミーティアゾラ対空ミサイルの性能は、直径 17.8cm、全長 365cm、重量 185kg、射程は 100km 以上あります。これは、アメリカのレイセオン社の性のミサイルを上回る射程となっています。ここで、ロッキード・マーティン社製の F-35 ライトニング2の機体内兵器庫、ウェポンウェイに4発搭載可能にするため、制御翼を小さくし、空気の出入り口、エアインテイクの形を改良したのが、スナムである。この改良型のミサイルに搭載されるレーダー、シーカーに関して、日本とイギリスが共同研究を行ってきたということになります。2016年1月には、スナムが実行可能な見通しが立ったとし、研究の第一段階が成功し、第二段階への移行が確認され、2017年12月には、スナムの試作研究、及び発射試験を進めることになりました。さらに、2022年2月、日本とイギリスは、次期、戦闘機の高性能センサーシステムを共同で開発すると発表しました。日本とイギリス両国の次期戦闘機用の次世代電波センサーシステムは、ジャガーと呼ばれます。次期戦闘機には、広範囲でのサーチ能力が要求されることから、ジャガーは、次期、戦闘機が、正確に素早く標的を発見、敵の監視能力を無効にする能力を向上させるなどの共同開発を推進しています。防衛省担当者によると、この高性能レーダーは、能力の向上を見据えたもので、次期戦闘機に実際に適用するかは、将来の動向を踏まえて判断するということです。今回のように、アメリカが開発に関わらない、戦闘機の導入は異例だが、イギリスとの共同開発は、共通点も、多く、自然な成り行きでのパートナー関係と言えるでしょう。また、アメリカは、日本が同じ志を持つ、同盟国やパートナー国と協力することについて、これを支持するとしています。次期、戦闘機は、機体の購入費用だけでも1兆円以上であり、巨額の予算が組み込まれています。しかし、インド太平洋地域やヨーロッパ地域の平和と安定に、ることは言うまでもない。これまで、日本は、アジアにおいて、唯一の星空能力を誇ってきましたが、今や仮想敵国となっている、中国やロシアなどの空軍力に対して、数的にも、劣勢が見込まれており、これからの航空防衛を担うには、航空優勢を維持するための戦闘機が求められるでしょう。